おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちはございます。こんばんは。こんばんは。斉藤です。斉藤です。はい、本日の動画なんですけども、はい本日の動画なんですけども、はい、シェビー君の後ろで撮ってるんですけど、今度ね、超久しぶりに車中泊旅に出かけることになりまして、はい、ちょっとスケジュールの関係でこの動画がね、旅の動画とはちょっと離れたスパンで出ちゃうかもしれないんですけど、はい、今回は、その旅のね、準備編の動画としてバッテリーのちょっとご紹介していきたいなということで、はい、車中泊旅10日間ぐらい行きます。おー、うん、長い。で、車に10日間住むことになるので、うん、その時のね、ちょっと電源事情についてお話ししていきたいなと思っております。はい、ということで今回ご提供としてご紹介させてもらいたいのがこのペクロン。ペクロン、なんとですね、最強の 3000W。 おー、すごい3000W のポータブル電源ということで、はい、このペクロン君を持って旅に行こうと思っております。最強ですね。最強、今までで一番でかい。ここにちょっと見えてます、これゼンデュアのね、ポータブル電源が 2000W だったんですよ、うん、これでも十分なんですけど、うん、ここさらに上を行く 3000W、 すげえ、アワーのね、うん、容量を持った電源なので、はい、こう2つ持っていこうと思ってて、合わせるとね、約 5000Wh、 すごっ、使えるっていうことで、そのね、電力っていうのがどれぐらいなもんなんかっていう動画と、あとはね、もう軽くちょっと車中泊仕様に今もうなってるので、今回の旅仕様にね、うん、しましたので、はい、その辺もね、結構その電力系すごい使うんですよ、やっぱり。ちょっと説明しながら、今回は旅の準備編ということで動画やっていきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、今回ご紹介するのがこのペクロン。ペクロン、はい、E3000 かな。E3000、 はい、まあ、3000Wh の電源でございます。うーん、で、定格電力、要はその電力の強さ、どれぐらいまで使えるのかっていう、例えばドライヤーとかだとだいたい 1000W ぐらい、電子レンジもだいたい 1000W ぐらいなんですけど、この人は 2000W の電力まで補えるので、そういったあの大きい家電も使える。うんうんうん、まあ、2000以上使うものってほぼないと思うんだよね。そうなんだね、うん、だってドライヤーでも強くて1500とか、電子レンジだと1000ぐらい、おエアコンでもまあ500-600ぐらい。瞬発的に使うもんないもんね、そんなに、うん、あ、でもね、何の家電でも瞬発的に電気は出たりするんで、うん、それでもね、2000あれば大抵のものは動くっていうことですね。ケトルも、ケトルもいけると思います。へえ、すごい、はい。でもちろん、あとは今ね、ここ積んでありますけど、クーラー、それからクーラーボックス、あと奥にね、電子レンジとかも積んでるんですが、うん、その辺全部使えます。はい、はい、で、これね、まずもうここめっちゃあるね、うん、これがすごくない、うん、ここね、つけていきます。長押しでつけていくと、まあ、今ね 89% あって、うん、電源入れるとこんな感じでディスプレイがつきます。わかりやすいね、うん、で、こっちが DC、 要はこっちのね、 USB とか、 USB もここに1、2、3、4、 USB-A が4個、USB-C が2個、十分ですね、うん、で、ここコンセント、 AC コンセントですね、これが 1、2、3、4、5、6 個ついてる。すごっ、うん、そこはね、入力ですね、入力、充電で、ここは DC アウトになっております。はい、ですね、まあ、ここはシガーソケットとか、はい、はい、って感じです。上も置ける携帯、うん、ここにね、あの置くだけ充電ですね、うん、うん、はい、で、重さの方がまあ約 25kg ぐらいありますので、おだいぶ重たいんだけど、まあでもその 3000W っていう容量を考えたら、うん、むしろ小さい方だと思います。うん、確かにね、こっち2000だからね、変わんないよね、もう。そう、変わんない、それぐらいコンパクトではあるはずなんですよ。すごい充電器がついてまして、で、ちょっとこの間テストやってみました。結構な音は出ますまあそれしょうがないかなと、うん、ちょっとやってみますか。はい、はい、これあの充電用に持ち歩いてるんですけど、 RV パークとか電源サイトとか行ったら、これをコードを挿して、うん、延長コードで持ってくると、うん、感じでやってます。今日黄色いですね、うん、めっちゃ黄色いですね、うん、ダサいよねちょっと挿してく、忘れませんね、帰りによいしょ、では電源を挿して、よいしょ、おお、若干出ました、
で、ここに今こいつがね、ちょっと充電の時に音がこれぐらいするんだけど、うん、まあでもそこまでかな。なんか室内で静かにしてたから気になったけど、うん、こういうなんかこう外でってなったらあんま気にならないね。確かに。これでね、ここファンがついてて熱くならないようにファンがついてるんだけど、うんうん、まあ、そのファンがねうるさいんで、これがないと危ないから、うん、まあ、しょうがないんですけど。熱くなるもんね。うん、エアベッドとか膨らます時のあれよりは静か、うん、充電されてますよ、ね、はい。で、インプットはあと2つこう使えるんですよ。はい、ね、3つインできるんで、この辺を駆使することで短時間の充電が可能になると。へえ。プラスこう太陽光から持ってきたりとか。あ、なるほど、うん、それでお助けをするんですね。そういうことだけじゃなくて。そうそう、はい、なので、まあ、これだけでいくと毎時 550W 充電されてってるので、うん、まあ、大体5時間ぐらいかな、うん、まあそれでも早いかなと思います。走行しながらも充電は、走行充電も一応いける。ただ走行充電ってすごいちっちゃいんですよ。説明書見たら走行充電でマックスにするのは30時間ぐらいかかるって書いてあったから。ってことは前使ってたパワーアークミニとか割と充電されてたのってやっぱちっちゃいから。ちっちゃいからね、あれ 300W とかなんで、うん、なるほどね。そう、こうなってくるとちょっとめちゃくちゃ時間かかると。そうですね、はい、まあこんな感じで旅先で電源があるところだったら充電しようかなと思ってて、はい、うん、まあ、これだけでも5時間ぐらいだったら、からだからね、からから5時間なんで、もう 100% いって、それがどんぐらい、例えば車中泊旅でその日に電子レンジ3回使って、うん、ドライヤー1回使ってクーラーをまあ半日もかけないとして、いや全然使わないです、1日じゃなくならないですよね、うん、そんなにっていう感じで、充電ね、うん、今回の旅で何を動かすかっていうあれなんですけど、はい、ちょっと横から行きましょうか。あ、ちなみに、うん、こういうバッグがついてるから充電器入れ、めっちゃ大きい、うん、これ入れれるからさ、とあとこれは太陽光発電用のやつが2個、はい、2本させますっていうのと、これ走行充電ですね、はい、車の走行充電もできるよと。太陽光からのソーラーパネルって、うん、どのソーラーパネルでもだいたいつくんですかね。だいたいね、結構一緒だったりするよね。そうなんですね、うん、専用じゃなきゃダメってことはないんですかね、うん、太陽光ってだいたいこの端子なんですよ、このだから使えると思う。うーん、なるほど、うん、なんで例えばじゃじゃん、ここに収納スペースがございます。よいしょ、これゼンデュアさんの、ゼンデュアのこれ 200W のパネルなんだけど、うん、まあ電源がないサイトとかだったらこれを使って、はい、晴れてたらね、うんうん、これ置いとくんですけど、これパネルほら、あ、同じだ。そうそう、これが刺さるはずなんで、どうだろうね、今日火出てないんで、そうね、動かないと思うけど、感じで、だいたいどのメーカーでも同じ感じで、ディディン、やっぱ日があれですかね。来ないね、日がないね、日がないですね、日がないです、はい、ただ刺さるのは刺さる、刺さるのは刺さるね、うん、なるほど。あとはこのなんかなんだ、カッパみたいなのついてる。え、すごー、これさ結構便利な気がしてて。どういうこと？外に置くわけじゃないもんね、でも。あ、でもさ、ほら、ホコリカバーとか？うん、もうそうだし、でも外でも置いとけるじゃん、これ。え、すごい。お、どうぞ。すごいすごい。うん。すごい。こういう感じで。へえ。あ、コード出すんか、これ。充電コードとかかな。初めて見た。ね、でもこうやって雨風しのげるよっていう。なるほど。うん、ついてて可愛い。ここら辺も全部さ、こう、うん、ゴムでシリコンガードがついてるから、ね。やっぱそういうちょっとずつの、うん、あのカバーが大切ですよね。やっぱ壊れないように使うには。あった方がね、うん、安心はしますよね。外ですからね。うん、
はい、ということで、はい、うちがね、うん、車中泊の旅にどの家電を持っていくのかっていうのを、はい、ちょっとご説明したいなと思います。はい、こちらです。はい、ここが横の入り口になります。はい、じゃあ乗ってください。はい、ただいま車中泊仕様でございます。はい、着いたー、長旅だったぜってなりまして、はい、まずここ見えてます、前もね動画でちょっと出してました電子レンジ、その横にあるのがチビチビ炊飯器です。そう、同じトフィーのお釜炊飯器です。はい、3,000円ぐらいだったかな、安い、うん、でも一回試しに炊いたらめっちゃ普通に炊けましたね。でまずもうだからこれがね容量でかいし、うん、そして後ろ、はい、今回増えましたのが、うん、こちらのポータブルクーラー、これ、はい、はい、エアコンです。うん、ちょっと今横向いちゃっててわかんないんですけど、わかりづらいんだけど、でここでスイッチ、はいはい、ここの車載冷蔵庫ででんです。はい、と結構いろいろ持っていくんですよね。うん、そうなんですよね。このポータブルクーラーはやっぱり車中泊で旅をしてると、うん、あの道の駅とか結構寄るじゃん、うん、あとは外食したいなっていう時に、うん、ワンコたちうちいますから、うん、まあ、ワンコたちが車の中にお留守番できないんですよ、うん、暑いともうね。そうで、やっぱりキャンピングカーとかって、はい、だいたいついてるじゃないですか今のは、うんうんうん、エアコンが、うん、あのバッテリーで動かせるエアコンがついてるので、これもねお留守番とかができるように、うん、あとは夜ねちょっと寝る前にちょっと涼しくしたりとか、うん、まあ、アイドリングできないですからね。そう、これ買いました。はい、でこうホースをこうやって外に、すごいよねこれ、外にここがね網戸になるんで、ここから出しております。すごい、しかもさ、はい、あそこ木のさ、そうそう、シートをさ貼って、ね、とこ家電感のないものに仕上がっております、うん、でもね結果このダクトがねさすがにこれはね、うん、しょうがない、うん、まずはじゃあ電気をちょっとつないでってみましょうか、ペクロンさんに、うん、ここに、うん、挿してもらって、で AC アウトの多分ボタン下の方、下かな、長押しで、あ、つきましたね AC、 はい、はい、AC アウト、はい、で使えるはずなんで、じゃあクーラーをいってみたいと思います、うん、はい、スイッチオン、ちょっと分かりやすいように、うん、横向きで、それではここの、電源ボタン、これオン、来ました、電源を押したら、まあテストなんで設定温度を一番下15度まで下げましょう、うん、自動から冷風クーラーがね、うん、で電力どれぐらい使ってるかね、電力は 46W、 多分これ今まだコンプレッサーが効いてないと思うんだ、もっといく、あ、もっといくの、おお、いきなり上がりだしました、 294W、 これね、はい、今 320W、まあ、300ぐらいだねやっぱね、うん、まあ、冷房を使うとこんな感じなんですよ、はい、うん、涼しい、涼しいね、うん、ああ快適じゃー、でプラスこの冷蔵庫とか、冷蔵くん、冷蔵庫くん、車載冷蔵庫くんをつけます。そしてあで電源入って、うん、ここも設定温度が4度とか、はい、冷蔵庫すると、お、動いていく、はい、385なったね、うん、あ、こんなもんなのか、うん、この状態で、はい、エアコンとクーラーと冷蔵庫動かして 380W 使ってて、うん、残りが 90% じゃん、このまま使い続けるとここの右下に出てる 6.2 時間、はい、このまんま稼働できますよっていう、エアコンつけたまんま、はい、夜寝れちゃうぐらい、確かに、うん、まあ、絶対冷蔵庫は何かしらが入ってるとして、うん、ちょっとこれ一緒にって、ここはありえるもんね、うん、まださレンジとかをさ、うん、じゃあどっちか切ろうかなとか、ここキャンピングカーでもあるじゃん、そうね、うん、で結構このポータブルエアコン、これ結構絶妙な容量のやつを買いました。へー、もう一回りでかいやつか、はい、すごいちっちゃいやつかっていうのがほとんどなんだけど、うん、これはその中間の
0.8kW っていう冷房能力のものを買ったんですよ。だからもっとこんぐらいでかくて 2kg とかのやつあるんだけど、それだとちょっと強すぎて、この空間には。あのトラックみたいなさ、あのキャンピングカーならいいと思うんだけど、はいはい、この車言っても天井低いし、これインナーテントで使いたいな。あ、でも使えるよね、2個目のために、うん、使えるよね、うん、すごいいいサイズです ね。このちゃんとダクトで排気だけすれば使えるから、うんうん、っていう感じで、一応まあリモコンもついてたりとか、あと自動運転モードもついてるから、タイマーではなくて、まあ、タイマーもついてるんだけど、うん、自動運転はこう、ね、温度を設定しておいたら、おその目標温度になったら勝手に弱くなるみたいな。めっちゃいいですね、うん、ね、すごい便利、うん、っていう感じで今ね、まあ、400W ぐらいだね。あ、本当だ、400W になりました。 5.7 時間、はい、これでいくとってことですね。そう、まあまた温度をね、冷房を緩くしたりすれば変わってきますもんね、うん、あとは電子レンジ、ちょっと一回これ消しましょうか。はい、ちょっと消しましょうか。じゃあ次、こっちの電子レンジなんですけど、うん、電子レンジ使う時だけはこいつやっぱちょっとでかいから、うん、電力が、あのエアコンとかは消して使おうかなと思ってます、はい、冷蔵庫ぐらいだったらつけといてもいいと思うんですけど、うん、まあ、大きいものと大きいものは極力やめた方がいいんで、うんうんうん、で電子レンジなんてずっと使うわけじゃないからさ、うん、一応そういう風に分けて使おうと思ってて、はい、今電子レンジをつなぎました、はい、で多分一番強い電力が出ると思うんで、はい、行ってみようと思います。お願いします。これで、うん、バッテリーのブレーカーが落ちずに使えれば、うん、はい、こいつは 2000W ちゃんと使えるバッテリーということになります、うん、はい、いきます、お願いします。おお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 、1100ちょい、ちょい、1120、1130、40、このままずっと使ったら2時間で消えます。そんな使う人いないけど、すごいね。やっぱりフォローでも行きました。終わった、終わった、はい、はい、戻った。いや、素晴らしい、すごい。じゃあこの電子レンジも使えました、まあ、この人はね絶対使えると思うな。そうね、まあ30分ぐらいかかるけどね、うん、確かね。そうだね、ここね椅子が回転して、まあ、ここテーブルでご飯食べたりとかできるスペースなんですけど、うん、ちょっとどういった感じで車中泊やってますよっていうのは、はい、あの旅の中の動画で出していきたいなと思っております。小出しにしちゃいますよどうやって衣食住してるかをうわー、大丈夫ですか、誰、どうしたの。はい、で、なんとここ車中泊マットっていうの、このなんていうの、車中泊用の目隠し、これなんとですよ、あれ、これってエブリィのやつが結構ぴったりサイズでついたんで、うん、あ、十分じゃない、うん、正直さ、一番後ろまで見えないからさ、うん、ここから覗いても、そうそう、いいですね。で、こっちがエブリィのあの後ろの席につけるやつを2枚おお、つけてます、すごい、うん、じゃあもうここ前はここでカーテンしてたんですけど、うん、それやんなくていいってこと、そうそう、そしたらほら邪魔にならずここ回転できるでしょ。あ、確かに、うん、ちゃんと隠してここ回転できますね。そうそうそう、ちょうどこの助手席の後ろにカーテン来ちゃってたから、うん、回す時は結局見えちゃってましたもんね、うん、結構シンデレラまでいかないですけどフィットしてます、フィットしてます、十分。なんかここはさ、ほら、まあ、さ、ここは単体で開けたりさするかさ、別にここまで来なくていいよね、うん、そうだね、すごい。で、ここはあー懐かしいよまだあったんですね、2年前に作った車中泊用の、こうスタイロフォームだって、なんか発泡スチロールみたいなやつで作ったやつ、ね、うん、で、100均これ、そう、100均の壁紙を貼って、さらに100均の何テープっていうの、ゴムのテープを貼っただけ、はい。一番変わったポイントは、はい、上、ででん、ここです。見て見て、屋根を塗りました。屋根が結構あのもうクリアが剥がれてて、うん、蜂だ、蜂だ、クモ
万バチ引くいるんですよ。こいつ毎日毎日朝から晩まで来て何、ね、屋根が結構剥がれちゃっててそれをこうちょっと見えづらいですけど雨倉さんが来てくれてありがとうございました。一緒に塗りました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に。本当にあの宝塗料っていうね、あの素人でも塗れる塗料売ってるんですよ。それを教えてもらいながら全部ヤスリして塗ってもらったんだよね。そうで宝塗料で塗ると、まあ、これと同じ色を出すって無理だから、うん、だったらこっち白にしちゃおうかなっつんで、ここがさ白だからさ、うん、結構可愛くなりましたよね。そうだね、ちょっとこう可愛くなりました。こんな感じで、はい、車中泊の旅に行っていきたいと思います。はい、はい、四国編です。四国編やばいよ、うん、遠いね遠いね。はい、ということで今回はですね、はい、はい、こちらのバッテリーペクロン、ペクロン 3000Wh のペクロンポータブルバッテリーのご紹介でございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。うちはまあ主にこういったバッテリーは車中泊で使えますので、うん、キャンプだともっと全然ちっちゃいバッテリーを使っております、うん、ただ車中泊で長旅をするときはやっぱりその住むに等しいからここにね、うんうん、できるだけ、不便なく使えたらいいなということで、うん、まあ、電気は一番ね大事な部分なんで、そうですね、うん、やっぱ火起こししないので、そうなるとやっぱ何か作るにしてもホットカーペットじゃないやホットプレート、ホットプレート、はい、IH とかの、うん、ホットプレートの上にフライパンを置いたりするのが限界なんで、うん、まあ、やっぱどうしても電気、うん、ガス管でもなく火でもなくっていうと電気にちょっと頼ってしまうというか、うん、で2個目でいるからあまり外食ばっかりしたくないなっていうので、うん、すごくありがたい。そうですね、うん、まあ、この車もそうなんですけどキャンピングカーではないので、うん、もう全部ベッドとかも DIY で作ってるただのバン、何にもないんですよこれ、ここも DIY であのキットを作っただけなんで、本当はただ何にもなかったんだよね、ただのバン、なんか思い出せない、ただのバンでしたっけ。でなのでやっぱりそれってねキャンピングカー買えないから、うん、まあ、欲しいですよお金あれば買えないんで極力ね自分たちでこうカスタムして、うん、DIY で例えばさっきのエアコンとかねポータブルクーラーとか、冷蔵庫とか、はい、でこのまあバッテリーですよねを駆使して、まあこれも高いですよ、高いけどでもねキャンピングカーを買うっていう風に考えたら全然安い投資なんじゃないかなと思ってますね。ハイエースとかうちはシェビーバンとかバンをカスタムするって考えたらこれは安いんじゃないかなと思います。自分たちのスタイルに合ったものをチョイスしていった方が、うん、はい、最終的な金額も安く収まりますよね、うん、はい、なのでねぜひぜひ、はい、まあこれが全てじゃないですけど、うん、いろんなバッテリーありますから一つの選択肢として、ご検討してみてはいかがでしょうかっていうことでございます。ペクロン、はい、で一応アフター保証サービスとか一応書いてありますから、まあ、心配な方はねあの問い合わせをしてからご購入してみたらいいんじゃないかなと思いますので、買う前に問い合わせとかでね聞いてみてください。で販売についてで、販売のサイトに関しては概要欄貼っておりますのでそこからねチェックしてみてください。以上で車中泊の準備、おやつの時間だ、帰ろうおいはい、ということで今回はですね、はい、すごい久しぶりに車中泊旅に出ますのでそのね準備編の動画としてポータブル電源の紹介やらせてもらいました。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、なんで半笑いなの。いやなんかチャイム鳴ったら2個がすっごいはしゃいでてあそうなんだ、おやつおやつが聞こえたのかと思って、ね、そんな聞こえるかなみたいな。じゃあ安全運転で旅に行ってまいりますのでフェリーも乗ります。はい、またねその辺は違う動画で見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします、はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり、さよなり、行ってきます。この人たちも行きます。あ、うんち落ちてる。そういうことだよ、すっきりダンスだったんだ。うんち3本ぐらい落ちてるじゃん。はい、明日から出発ですよ。